どうも、ジェネカです。いや、アオです。イチローです。ノイリンです。今回はこのね、これ大阪のね、ある廃校になった小学校の体育館を貸し切ってます。今回はですね、我々理系ということで、まあ、女の子に触れ合う機会というのがちょっと少ないっていうのが問題点とされてるんですよ、近年。それがね、問題されてるということで、我々の心の中にはでも理想の女の子がいるわけじゃないですか。この年になったら、もはや好みとかないまであるから。まあまあ、逆にね。逆に。まあでも俺らこの年じゃないから。心は18歳から、まだいけるんじゃないかということで、だからよくね、筆でこうやって書く習字みたいなの言うけど、はい、あれで絵を描くのは見たことないから、ちょっと僕やってみたくなったということで、今回やってみた企画はですね、このバカでかい模造紙の上に理想の女の子をかけ、第1回理想の地上絵を、ということですね、今からですね、みんな、花尾、伝眼、キムの3人がこれ各々のね、紙にね、バカでかく女の子を描いていきます。で、こうやって用意してきたんですけど、ポイントがですね、今回評価のポイントになるのが、現実的、まずこんな女の子現実的にいるんですかっていうのをノエルに評価してもらいます。で、個性、で、絵心、で、共感、あー、そういう人いたらいいな、あと可愛さ、純粋で、あとノエルに主観、ノエルにポイント、6項目で30点までで評価してもらう。なるほど、なるほど。はい。でも、はい、理想の女の子なのに、現実的を求めているかってなる。それは両方いい塩梅のところが多分ちょうどいい。だから要は2次元と3、2.5 次元王なんですよ、これ。あ、気づいた。あ、2.5 次元王。要は2次元に理想がいて、3次元は現実やん。でも、そのいい塩梅目指したいから。ディレンマやん、でも結構これ。ディレンマ王。ディレンマ王でもある。ディレンマ王。全然違うだって。ディレンマ王でもある。書いてくるんだから、印邪魔邪魔邪魔。こんな感じで、いや、やるしかないよこれ。いや、行くしかない。サードで書くしかない。ちょっと待って、思ったけどさ、一回塗ってしまったらこれってもしかして不可逆変化。これ気づきました。これ不可逆変化。下書きないんですかって。あー、下書き無理。僕が書いた時下書き無理だったのにな。消しゴム使えたのにな。ちなみに僕、毛筆3段持ってます。マジかよ、強っ。めちゃめちゃ強い。めっちゃ丁寧に筆整えるよ。いやこれ、整えてるんじゃないですよ。整えてんちゃう。どうしようかなと思って悩んでるんですよ、これ。で、ここほんまに俺のアニメの画力を見せるわ、ほんまに。これ京アニのしんちゃん呼ばれた男がここで見せたるで。何この群数列。この群数列何わけよ。お前目うまっ。えやば、目うまくてちょっと落書きできひんこれ。ちょっと待って、あまりのうまさよね。この目うまい。ちょっとやばいやばい。もののくレベル、もののくレベルで目うまい。俺は美術語じゃねえんだよ。俺はね、高校時代一生机に女の子で描いてたんじゃ。これお前らとは芸歴が違えんだよ。眉毛描きます。眉を描いてバランス取っていく。なるほど、理解しましたよ。おい、これ眉毛じゃん。おい、ちょっと厳しい女の子だったな、これ。どうですかこれ。おい、あなたお前、ほらお前。ぶちまけな。でも大丈夫ですよ。いいよ。やってみ、やってみ、やってみ。やってみて。やってみますか、じゃあ。やってみていいよ。いやーあーガクソーガクソー。お前やつも遊んでちゃうぞ、これ。うまい、さっきからお前。おいおいおいお前やめろ、お前やめろ、お前やめろ、お前やめろ。あー、怖さいが。お前、お前。お前、あかんね。お前、俺だけはガチやから。俺だけは今、ああ、ほんまに、あの、ほんまに急に切れるインキャメラになってるから、今俺。あの、急に発狂するインキャメラになるから。
まあ、そういう感じで。おい、来るなよ、お前。そんな海みたいな髪描くな、お前、来るなよ。ほんまにこれはバカにしてるぞ、お前。いや、バカにしてる、お前。はお前、こんななんかお前地球に木生えましたみたいな顔してんじゃんぞ、お前。いや、お前、何や、お前のやつもあんま変わらないやないかい。お前の目は不思議やないか、お前は。いやいやいや、不思議か、お前。いや、不思議じゃわしよ、お前。不思議でええわ、お前。バフニか、お前。バフニじゃん。いや、お前、バフニ言ったらあかんねん、この時世。おい、マジック、うなってる。しかも、お前、目言ってるんや、だって。何が、何が、何が。どこ見てんの、これ、ほんまに。ほんまにやめて。はい、ということで、はい、いや前回のナスカと違ってでも今回絶対見えるからさ、いやそうやで、そこだけで嬉しい、そうやで、非常にいいものになったと思うんで、じゃあぜひ皆さん、はい、一斉に目を開けてみましょうか。はい、はい、じゃあ我々の理想の女の子こちらでございます。せーのー、おおおうわーすげー、わすごい、え、俺ぜめっちゃうまー、え、俺待って、めっちゃうま俺、え、ちょっと待って、気づいたことお前いやいやいや、ギャランドゥ、いやいやいや、ギャランドゥじゃないってお前、はいはい、じゃあ下行って、じゃあ説明はしましょうか。え、めっちゃ可愛い。じゃあキムさん、これ、はい、これでも、顔めちゃめちゃ可愛いけど、実際いや、めっちゃこれよくできてる、よくできてる、よくできてる、正直更新もちゃんとしてるもん、これ何ポイント、ポイントがボス、ポイントがですね、まずですね、はい、あの、このジャージです。あ、これジャージか、ジャージね、ジャージか、これあの、この子は、あの、年がら年中元気で、はい、あの、一年中、暇さえあれば山に行って遊んでるみたいな子なんですよ。あー、なるほどね、それから、ジャージなんですよ。あ、なるほど、はい、ちょっと待って、僕の作品なんですけども、はい、え、まず僕が好きな少女、はい、設定なんですが、はい、今回のテーマは、ボタニカルガールのボタコです。ボタコって、ボタニカルガールというジャンルです。ボタニカルって何？自然由来。あ、自然由来、自然由来の女の子というのが今回テーマです。なるほど、はいはい、暗い過去がありまして、はいはいはい、小学生の時に、はいはい、丸罰ゲームが入ってます。はいはい、でもでこれ出てくるんだ。やり方知らなくて、はいはい、適当に罰やってたらまあ負けちゃうんですよ、当然。そこからめちゃくちゃバカにされて、はい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 、人間が嫌いになっちゃったんですよ。そんな設定あるんや。本来は活発な少女なので、はいはいはい、こういう風にね、なんかかすり傷とか、はいはい、こういうのもまた可愛い。あ、これかすり傷、そう、アクセサリー代わりにこういう傷とかつけちゃう。アクセサリー代わりに傷つけちゃう。口元をご覧ください。卵サンド口につけちゃってるんですね。卵サンドね、こういう気づかずにこうつけたまんま、はい、そんなんさが好きってこう、はいはいはい、俺が好きやわみたいな。理想の女の子っていうテーマに沿ったことやってる。しかも、しかも今回お前が言ってた 2.5 次元というテーマ、はい、私忘れてません。これ3次元なんで。これ3次元なんで。あのね、まず今回テーマあるんですよ。テーマがありまして、テーマが夏の海辺を歩く女の子っていう。この子はめちゃくちゃドジな子なんです、はい、本当にドジからもう詰め込まれた。いや、波縫いすな、俺それアイシャドウ。波縫いやアイシャドウ、それアイシャドウ。切り取り線や。切り取り線じゃないって。バフニー、いや、これアイシャドウやから。これ何か分かる？谷間です。お前、本当だって強すぎるよ。お前、いやこれ谷間や。で、今回のポイントが、これちゃんとここがくっきり見えるって言うんですよ。なんか、あ、義務教育受けたんやなって。俺好きな昔は真面目に学校行ってたやつ。そうだからこのハンコ注射の跡っていうのがくっきり見える方が好き。結果発表、イエーイ。ということで、まあ、ノエリンがね、一応女の子ということでね、この僕たちの理想の女の子が、まあ、果たしてどうなのかということで、はい、女の子としてね、判定してもらったんですけど、ノエリンさんどうでした？まあノーコメント、ノーコメントで。ノーコメント結構、1位があのダントツとか、最下位がダントツでしたみたいな。でも、まあ、みんなわかるんじゃないですか。割とでも、いやなんかさ、現実性って項目あったけどさ、お前のも全然ないけど。いやいやいや、優しいんで、あ
のそれぞれの項目の最低点は0じゃなくて1にしときました。あー、やばいやばいやばい、ありがとうございます。じゃあ、一人ずつオープンしていきますか。はい、キムさん、得点オープン。で、あ、でも、お、強そう、強そう。え、22強くね。あ、強い、あ、すごい。あ、でも、現実的だけが1点で、はいはいはい、あ、手心満点で、可愛さも満点、無限に出感。あ、でもすごい、満点、はいはい、なるほどなるほど。でも、ハイレベルの高い点数、はい、だってキムさん、これのためにめっちゃ練習したらしいから。いや、うまそうっす。残り2人はもうね、一気にいきたいと思います。はい、行きます。せーの、お、21点。お、勝った。11点。嘘。スパリンコはい、というわけでね、ちょっと汚れを落として心身ともに綺麗になったので、ちょっとあとはね、内側からも綺麗にしたいんで、ちょっと、このプロポリンスというね、口内洗浄液を、使って口を綺麗にしていきたいと思います。これをですね、こうやって入れるじゃないですか。で、ぐじゅぐじゅします。うわ、きったな、俺。やば、こんなんが口の中におったん、これ。やば、これ見て、わかるかな、汚れ。ちょっと見えづらいんですけど、なんか微生物みたいなさ、ほら、この茶色いやつ、これがですね、口内にあった汚れでございます。きっちゃねー。はい、というわけでね、プロポリンスめちゃくちゃ、はい、これで、まあ、心身口内ともに綺麗になったということで、僕のね、大好きな栗山楓ちゃんに、僕のこと好きになってもらえると思います。あ、でもめっちゃ汚れ落ちてるわ、これ。ほら。うわ、めっちゃ落ちてる。これやばない、これ。きっしょ。いや、きしょとか言うなって、お前。これは。きったね。でもこいつ、全部取ってくれたらやばくない？今の一瞬で。絡め取られたな、お前。絡め取られたわ、さすがに。病院行った方がいいんちゃうか。え？病院行かんでもこいつがおったら大丈夫ってことでしょ。そういうことや。はい、というわけで今回ね、僕たちが最後に使っていたこのプロポリンスというね、この口内洗浄液なんですけれども。はい。まあ、すごいたくさん汚れが取れますし、めちゃめちゃね、お口のケアできますので、はい、とってもね、おすすめの商品でございます。で、個人的にお気に入りは、はい、俺は桜ですね。このなんかね、味が一つ一つ違うんですけど、はい、桜がね、個人的な推しです。なんかめちゃくちゃ甘い、甘さが勝っている。他と、私はですね、こちら柚子ですかね。この柚子が好きですね。おー、僕は柚子、これ非常に、なるほど、爽やかな気持ちになりました。爽やかなね。なんか普通に味があるから、うん、全然結構違った、思ったより。そうね、思ったより全部違ったから、個人的にこれがね、爽やかな気持ちになって非常に良かったかな。ゴールドってどういう味なの？気になった方はですね、概要欄の方に商品リンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回の動画はこれで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。